アイテム番号 SCP-183JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-183JP は3メートル×3メートル×15メートルのコンテナに収納した上でサイト8181の大型アイテム格納コビー後に安置されています。一般的な大型物品取扱手順08にのっとった運用を言ってください。 SCP-183JP1 の出現が確認された場合レベル1以上の保安職員による可及的速やかな回収とサンプル採取処理が必要となります。参照ドキュメント 183JP-Q2 説明 SCP-183JP は日本人彫刻家のによって19年に制作された高さ 11.5 メートルの金属製彫刻です。県市に存在する国立公園にモニュメントとして年間設置されていましたが1999年頃から異常な性質に関する複数の情報が突如寄せられるようになったため数名の財団エージェントにより回収されました。非破壊の実験と調査の結果オブジェクトを構成する材料物質、地理、歴史、ミーム学的背景には一切の特筆すべき要素が存在しないことが判明しています。15〜40日の周期で、オブジェクトの先端部分に単数または複数の SCP-183JP-1 個体が突発的に出現します。SCP-183JP-1 は全長 1.3メートル×3メートル前後の巨大な昆虫の総称であり、そのすべてが肉体に SCP-183JP が貫通し死亡しています。解剖の結果、SCP-183JP-1 の核個体は現実に存在する様々な昆虫類と同様の組成であり、身体は SCP-183JP 以外の原因が存在する切創や亀裂創、やけどなどの激しい外傷を負っています。また、すべての SCP-183JP-1 の身体には横 10cm、縦 25cm の青銅製のプレートが取り付けられており、不敬罪、侮辱罪、あるいは、反逆罪、を意味するサンスクリット語がラテン文字表記で乱雑に彫り込まれています。これが何を意味するものであるか。あるいはオブジェクトの異常性質に直接関係のある要素か否かは分かっていません。SCP-183JP-1 の出現例として、以下のものが挙げられます。全長 147cm のオスの大黒コガネ。胸部が SCP-183JP によって貫通。すべての足がもぎ取られ、全身に引っかき傷が見られる。全長 206cm のメスのトビズムカデ。遺体の中心部を SCP-183JP が斜めに貫通。生前は倍以上の長さがあったと思われるが、何らかの手段で切断されており、頭部を含めた状態が存在しない。奇妙なことに切断面の腐敗は一切見られなかった。全長 191cm のオスのコーカサスオオカブト。肛門から口にかけて SCP-183JP が貫通している。3本すべての角が中途で破壊されており、両前肢に激しい過小根。全長 162cm のメスの白筋噛み切り。身体は不自然に折り曲げられ、頭部と腹部に SCP-183JP が貫通。触覚の切除。激しい殴打と未知の物質の塗布によって下腹部分に著しい損傷が見られる。また、卵管が、編集済み。生物学上、昆虫のような外骨格を持つ生物は自重による行動の制約を受けるため、通常の環境での過度な巨大化は行えないとされていますが、SCP-183JP-1 がどのような方法で生命活動を行っていたのかについては未解明のままです。また、対象には総じて重度の腐敗と、それに起因する多量の腐敗ガスの蓄積が確認されており、詳細な研究を行うことができない要因の一つとなっています。POI1、2000年、月、日、
SCP-183-JP。1の出現が以前より増加傾向にあるとの報告が保安職員よりなされました。研究チームによる統計の結果、200年の SCP-183-JP。1発生件数が例年の3倍まで増えつつあることが判明しました。この原因は不明であるものの、対象の早期発見のためにオブジェクト周辺の巡回強化が必要となります。ポイ2、ポイ1の案件から4ヶ月後、タイ目の SCP-183-JP-1 が発見されました。対象は全長159cm のオスの原六肉バエでしたが、遺体は他の SCP-183-JP-1 と比較してもなお著しく損傷しており、両目と前肢は完全に破壊され、足は一本を残すのみとなっていました。編集済み、と推測されます。胸部に取り付けられたプレートには以下の文言がサンスクリット語で表記されていました。民を惑わし国を貶めた、最も抱きすべきハエの王。対象は通常通りに処理されましたが、その後の SCP-183-JP-1の出現は2014年現在まで報告されていません。ニュートラライズドへの再分類は検討中です。